こんにちは、倉敷ひな店です。今回はリコさんにお話を伺いしたいと思います。リコさんは最初の回から倉敷ひな店にご出店いただいています。リコさん、16年、倉敷ひな店ご覧になって、どんな感じの印象といいますか、感想をお持ちですか？最初はあの人形仲間が、地元の人形仲間が集まって、あの、まあ、小さな会だったんですが、あの年々全国各地からあの出展くださる作家さんも増えまして、あのより素晴らしい会になっているように思います。はい、あの海外からもね、あの出していただいたりとかしてまして、だんだん広がってきましたよね。そうですね、あのやはりあの皆さん、あの海外からも全国からもあのたくさんの作品が出展されますので、あの多くの刺激をあの受けております。あ、そうなんですね。はい、で、まあ、あのこちらの倉敷ひな店っていうのは2つ目標がありまして、1つがまずあの作家同士の交流の場にしたいと。でこちらもあのいろんなジャンルの集まったグループ展ということなんですけれども、そういう点ではどんな感じでしょうか？そうですね、あの創作人形というあの枠をあの皆さん超えて、あのいろんなジャンルの幅広い作品がありますので、そこであの作り方などを皆さんでお話ししたりとかして、とてもあの楽しい交流をしております。はい、えりこさんにはこう16年倉敷ひな店をご覧いただいて、どんなようなこう印象といいますかお持ちでしょうか？あのいろんなあの素材を使った人形があの年々増えてきているように思います。あの、まあ、粘土だけではなく、あのビスクもそうですが、あの羊毛フェルトや布でできたもの、あのそういった素材を使ったあの見応えのあるものになってきたなと思います。そうですね、はいはい。そしてひな店のもう一つの目標というのが、人形ファンを増やしたいっていうのがあるんですけれども、ここはまあ観光地で、初めて人形を見たっていう方も多いんですよね。リコさんはの会場でお客様とお話をしてくださることも多いんですけれども、今日もたくさんの方おいでましたよね。そうですね、観光地っていうこともあるんですが、あの割と地域であのこのひな店っていうのが根付いてきてると思うんです。あ、そうですか。はい、あの毎年楽しみにしてくださっているあのファンの方もたくさんいらっしゃいますし、まあ、それだけではなくって、初めてこちらにあの来ていただいて、あのあこんなあの人形店やってらっしゃるんですねとよく声はかけていただいてます。はい、でそこで見て、あのあ来年も私見てみたいわっていうふうなあのお声掛けをよくしていただいてます。はい、やっぱりあのなかなかあの、ね、ギャラリーさんとか百貨店とかだとこうあの人形もファンの方っていうのでこう限られた方しかあの見に行く機会がないのかもしれないんですけれど もうここは本当観光地ですからね。まあ、フラッとこう入ってきて、あのちょっと覗いてみたっていうところで、なんだこの世界はっていうふうにこう見ていただける方も結構いらっしゃいますよね。そうですね、あの皆さん、ま、あの初めて見られてちょっとあのあすごいってあの思ってくださる方はたくさんいらっしゃいます。こんな世界があるんですねと、あの素敵ですって声かけていただけることもありますし、はい、あの皆さん声をかけてくださった時にあの私も分かることがあれば、あの素材の説明をしたりだとか、こうやって作られてるんですよっていうこともお話をたくさんさせていただいております。はい、本当にリコさんにはもうあの会期中、ね、会場であのお客様とお話をしていただいて、説明もたくさんしていただいて本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、はい、お世話になってます。まあね、こんな感じでこう、まあ、初めての方にこうぜひいろんな世界を知っていただきたいっていう、まあ、人形 の世界を知っていただきたいっていうところでやっておりますので、まあ、ぜひね、またあの残りあと1日になりましたけれども、そうですね、たくさん見ていただきたいと思いますよね。
はい、あの私たち作家もあの皆さん の, あの感想などを聞くとあの来年のモチベーションにもなりますし、そうですね、そうあの作るあの意欲が湧いてくるので、はい、あの皆さんぜひ来ていただいてあのお声掛けをしてくだされば大変嬉しいです。はい、そうですね、本当にそう思います。リコさん今日はありがとうございました。また明日もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。